阿寒川沿いの国道240号国道240号は北海道釧路市から阿網尻郡美幌町を経て阿網尻市に至る一般国道である。仙北峠を境に起点からはマリム国道、終点側の国道39号分起点からは釧路北国道と称される。一般国道の路線を指定する政令に基づく起終点及び経過値は次の通り。 阿波シリ郡津別町本気の斜面下を通る760メートル区間の土砂崩れた発地帯において、幾度となく、乗り面対策が行われていた。その後、地滑り地形であることが判明。2003年10月に、学識経験者などからなる本気のり面検討委員会を設置し、地質や地形の鑑定を行ったところ、安全性から、言動の存続は困難との結論に至った。 バイパス新設案と既存道路改修案が検討された結果、費用の面から既存道路が改修されることが決まり、2004年4月に本機の市街地を通る津別町道及び北海道道51号津別陸別線の一部を国道へ編入させ、応急的に維持し、原道は廃道となった。国道編入区間は拡張工事が進められるが、 土地収容法が行使されるなど計画通りに進んでおらず、5年以上経過した2009年5月現在も続いている。道の駅区市の総合振興局をホーツ総合振興局、ありがとうございます。